はい、おはようございます。ラスカルでございます。ちょっとね、最近ご無沙汰ではございますが、今日は二郎系のラーメンを食べていこうと思っております。二郎系でも有名店であります豚星さんの出身の方が新店をオープンしたということで、本日はねそちらでラーメン等々いただいていこうと思っております。まあ、でもちょっと旗の台って僕初めて来たんですけど、駅近くには商店街なんかもあって結構ね人通りも多いですね。でまあ今日は3時にね撮影をお願いしてるので、まあ並びはないかなと信じてはいるんですけれども、まあ新店だからね、まあ人気もあるからちょっとどうかな。お店着きましたね。こちらでございます。今ちょうど並びなさそうだね。ちょうど約束の時間になってますんで、早速ねお店に入っていこうと思います。ありがとうございます。本日一杯目にいただきました、こちらの豚風さんのラーメン。豚の旨味や甘みがしっかりと入っておりまして、この醤油感、これもしっかりと立っておりますので、動物系の旨味にぴったりジャストフィットでございます。また、麺も二郎系によくあるゴワゴワ系ではなくて、もちっとした食感が残る麺で、これがね、スープをしっかりと吸うんですよ。本当にこの麺とスープ相性がバッチリで、普段ね行列店で人気店なのも頷ける最高の一杯でございました。
ありがとうございます。いいです。うわー、うまそう。いただきます。こちらのメニューはラーメンのメニューではございますが、つけ麺も対応かとのことで、今回はつけ麺で注文させていただきました。もともと豚風さんや出身店の豚星さんには辛麺という辛いメニューがございますが、こちらのメニューはそちらの辛麺と違い、香ばしいラー油の香りと爽やかな酸味が効いた一杯でして、またつけ麺のしっかり締められた麺にものすごく合います。撮影終了後に店主さんともお話をさせていただきましたが、店主さんご自身も結構お気に入りの限定メニューだそうで、来店時に販売していたらぜひ一度お試しください。これを食べたら必ず美味しいという感想になると思います。
ー